こんにちは、金黒です。 YouTube の動画撮影用に小型のリングライトを買ってみました。金黒レビューチャンネル。最近この場所で YouTube 動画を撮影することが増えました。今撮影に使っているカメラは iPhone 11 Pro のインカメラを使って撮影しています。 iPhone 11 Pro のインカメラも結構頑張って露出や映像の色味を調整してくれているんですけど、ただ今この撮影している環境としては自分より前方向に全く照明器具がなく、全て照明器具は自分より後ろにある環境で、かつ後ろにある照明器具も全てが電球の色っていうこともあって、後ろから浴びる電球の色だとどうしても自分の顔の色味が暗くあんまり健康そうに見えなかったり、後でサムネイルの映像を作るときに切り出しても編集が結構難しいぐらい暗く映ってしまうことがあります。自宅で撮影しているときは前方向に照明器具を置いて撮影しているんですが、こういう自宅でない場所で撮影するときにさっとセッティングして前方向に照明器具を置いて撮影するために買ってみたのが、今回ご紹介するこちらのさっとスタンドもついているリングライトで、かつ、スマホがスタンドできるもの、これを買っていました。どうもこの商品、このリングライトの真ん中がどうもミラーになっているようで、メイクアップするのに本当は使い勝手がいい照明器具だとは思います。あとここにスマホを置いて女性が自撮りするのにすごく便利な照明器具だとは思います。このコンパクトな照明器具でどのぐらい映像が変わるのかは使ってみないとわからないんですけど、今回このさっとセッティングできそうなところと、あと撤収も簡単で明るい効果が出ないかなと思って買ったのがこちらの照明器具です。実際使ってみて今のこの映像とどんな感じに自分の顔の色味が変わってくるのか試してみようと思います。金黒レビューチャンネル。それでは早速開けていきます。想像してたよりは思ったより大きい照明器具でした。取り出してみると、多用途自撮りリングライトというふうになっています。やっぱりこれ開けてみるとここの部分ミラーになっていました。カタカタ言うんですけど、中開けるとこうパカッと開けるとこんな感じで、中に入ってたのがこれスマホスタンドのクリップみたいですね。あとこれケーブル USB タイプになってますね。あとケーブルの真ん中がこれリモコンになってるみたいで、色味なんかを変えたり明るさを変えるようになってるんだと思います。この後ろのこのプラスチックを上に引き上げて、あとは引っ張ると伸びるようです。またこのロックを下に下げて安定させるっていう感じですね。結構思ったより高さ調整できますね。最大に伸ばすとこのぐらいで、これ短く使ってもいいかなという感じですね。ケーブルとスマホスタンドをつけてみました。このスマホスタンドは横向きや縦向き、いろんな方向で使えたり角度も自由に変わりそうです。ただ私このスマホスタンドは使わない予定では今のところいます。あとこのケーブルの真ん中のスイッチ、こちらちょっとオンにしてみますとこんな感じで、ここで色味の切り替えがこんな感じで3色程度色味が変わるようにはなっています。あと明るさの調整もこのスイッチでちょっと暗くするとこんな感じで暗くなって、これが一番暗いぐらいですね。あと明るくしてみるとこのぐらい明るくなってきます。で電源切ってもう一回つけると、あ、前の明るさが残ってるんでしょうか。この色味が変えれるっていうのもなかなかいいですね。シーンに合わせたり部屋の照明器具に合わせてこの
色味を変えるっていうのはありだと思います。まあ、私の場合少しあの蛍光灯の色を出したいので白くこの場所だと使っていこうと思います。この照明器具を前方向に置くとこんな感じの映像に変わりました。これでもう少し明るさ絞ってみましょうか。だんだん暗くしてきたんですけど、照明器具の位置のセッティングを少し変えてみました。先ほどはカメラより前に照明器具があったので光がちょっと強く当たりすぎてるなと思ったのでカメラの後ろ側に照明器具を持っていって少し気持ち上から下に向かって照明を当ててる感じが今のこの感じです。あとこの照明の色味を変えてみるとこんな感じで変わってきます。それから光の強さを最大限まで上げてみるとこれがマックスの明るさでこれで色味を変えるとこんな感じで変わってきます。そして今度は明るさを少し暗くしていくとこんな感じで一番暗いとこのぐらいです。これで色味を変えるとこんな感じで変わります。このあたりは自分の好みで変えるのがいいと思います。そして電源を切るとこんな感じでやはりもう一回照明器具つけますが前方向から照明器具があった方が映像としては見やすいんじゃないかと思います。このリングライトの直径が少し小さめなので光の量がどうなのかなと思ったんですが実際使ってみたら少し離して使った方がいいぐらい実際の光量は確保できます。あと、少し注意ポイントとしては USB Type A これを挿して電源供給するんですが AC アダプターは付いてないので持ってる AC アダプターを使う必要があると思います。あとはこれリングライトを三脚にセッティングするタイプが一番多いんですがこれスタンドにもなっているのでこうさっとセッティングできるっていうのもいいところだと思います。やっぱり三脚も一緒に持ち運ぶのも、悪くはないんですけどこれさっとこうしまって片付けることができるこのサイズになるっていうのはやはり持ち運びには便利そうです。使うときにこうさっと伸ばしてこうセッティングできるっていうのは、こういう気軽に使えるこういうスタンド付きっていうのは私の撮影スタイルだと合ってると思いました。カネクロレビューチャンネル。少しだけ残念なポイントとしてはこの首の部分がもう少ししっかりしているといいなと思いました。ある程度の角度でこんな感じで止めれないことはないんですけどある程度まで下げるとガンと下がっちゃいます。特にこの前方向の方があんまり止まらない感じで正面より少し気持ちだけ傾けるぐらいだったらいけるんですけどこれより傾けると前にガンと下がっちゃいます。ただ後ろ方向はなぜかある程度まで耐えるんですね。そしてもう少し傾けるとガンと下がっちゃいます。この辺は実際この照明器具お値段的に結構お安いお値段だったのでこの辺のクオリティが仕方ないのかなと思いますが、これ正面に立てて使うのであれば全く問題ないですし、あと本来の使い方としてはこれメイクするのにここ真ん中のこの鏡を使ってメイクするのことを考えると女性にも結構いいのかなという感じもしました。私はやっぱりこれそれなりにお値段的には十分満足してこれからも使っていこうと思います。今回はサッとセッティングできるミラー付きのリングライトをご紹介しました。またこういうガジェット好みも今後もレビューしていこうと思いますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。